どうも、トムエンテニスチャンネルのトムエンです。MJ です。はい、今回は、ウィルソンの、ウルトラ100。はい。まあ、普通のスペックですね、ウルトラの。100の、新バージョン、ちょっとレビューしていきたいと。まあ、ニューカラーというか。ニューカラーですね。ニューバージョン。はい、ニューバージョンウルトラをレビューしていきたいと思います。はい。はい、当然ながら、スペックは、ラケットマニア MJ から。はい。まあ、書いてるんですけどね。あ、そうですね。面の大きさが100で、はい、重さが 300g になってます。バランスが 320mm の完全黄金スペックになって、ね、おります。はい、はい、で今回、はい、どうぞ。あ、ガットなんですけど、NXT っていうウィルソンであったんですよ。はい、ありますね。柔らかいガットが、はい、それのソフトっていうのがもうさらに柔らかくさらに柔らかくなったというガットが出たみたい。なるほど。はい、これ貼ってあります。48ポンド、はいはい、で貼ってあります。はい、はい、これちょっとレビューしていくかな。はい、デザインどうすか。いいっすよね。僕結構好きなんですよ。好き。かっこよくないですか、普通に、うん、こう持った感じのフィーリングでいつもさ、うん、決めるやん。うん、あ、そうっすね。いい感じやんな。いい感じっすね。いい感じ、いい感じ。あとここがなんかすごいっすよ、うん、めっちゃこう角張ってるというか、うんうんうん、あのなんかこうカクカクしてるんです。でここなんか溝できてるし、うん、確かに、うん、前のウルトラはマットやったやん。そうっすね。今回もテカテカになってるんで、うん、そうそうそう、僕こっちの方が好きなんですけど。そうですね、僕もテカってる方が好き。あ、テカの方が好き。あのマットのやつってこうあれ剥がれるじゃないですかあのあれベルベットペイントコーティングさ。あ、そうそう、剥がれるんですよ。確かに。お客さんでブレード使ってるお客さんがいてもう全部は剥がれて、そうテカテカになってプロストックみたいな。プロストックですかって言ったら、いや剥がれたんですよとかってピカピカやったもんな。そうそうそうやってたんで、まあテカってる方がまあまあなんかかっこいいかなと思います。これはどこも剥がれない丈夫な、はい、素材になってますね。はい、大丈夫なんで、ちょっと新しいウルトラということで、はい、どんな打感かちょっとわからないですけど、はい、はい、ちょっと打っていきたいと思います。お願いします。ウルトラ100、はい、打っていきました。ストローク、ボレー、サーブと打たせてもらいましたが、まあ、ショットの中で一番打ちやすかったのは多分 MGM にしたいと思うんですけど、サーブです。うん、サーブ打ちやすかったです。サーブ、サーブ一番打ちやすかったです、ね、打ちやすかったです。はい、うん、あの黄金スペックっていうことで振りやすさは
どれもあったかなという感想ですね。で、ストロークの時なんですけど、僕結構どのメーカー使っても大事にしてることは、この振り出し、こう引いた時のここの振り出しの時にどれだけこうブレないか、打球の時にブレるっていうのは正直まあ当たりどころというか、そうですね、やっぱりこう当たったらこうなるし、下当たったらこうなるとかいうのがあるんで、振り始めのこの時に僕結構ブレないかどうかをチェックするんですけど、これ結構マシでしたね。僕前挙げたスピード MP、はい、ヘッドのスピードの時はちょっとブレるなっていうのがあったんですけど、これはそんなに僕の中でなかったかなと思いますね。ブレる多少ブレる時もあったんですけど、そんなには面100だとちょっとブレるイメージを持っちゃうんですよ僕、それがあんまりなかったかなと。だから結構素直に自分の思ったように振れるというか、理想のスイングには近づけてできるかなっていう、思いましたね。はい、はい、で前のウルトラも僕使ったことあるんですけど、はいはいはい、まあこれ、まあ見た目の問題かもしれないですけど、イメージ、あって脳みそがそうなっちゃってるかもしれないですけど、こっちの方が、こう飛ぶ飛ばないの意味じゃなくて、打球音というか打球感がカンカンしてるイメージ。僕も思いました。そうですね。甲高いイメージがありました。まあ打球音がしました。はい、打球感もしました。まあでも、マットちゃんは、こう、テカってるラケットって、やっぱそう思いやすいですかね、やっぱ。結構。いや、絶対こう、洗脳されちゃってるのかもしれんよな。そうですよね。俺らもいろんなラケット使いすぎて、そういうイメージになっちゃってるだけかもしれないですけど。でも、そんな気しましたけどね、僕も。結構、ですよね、かっちりしてるような打感というか。絶対洗脳されてるんで。かな。前の、ベルベット加工、ベルベットペイントコーティング、ああ、はい、素晴らしい。ちょっともう一回お願いします。ベルベットペイントコーティングワンの時はこうカンカンしてるイメージってよりはちょっとマイルドというかこう、フレームのその塗ってあるものに対して振動を吸収してくれてる、音を吸収してくれてるっていう感じだったんですが、これはどっちかというとこう音をカーンと弾いてる、打った音を外に逃がしてカーンっていう音で打ってるようなイメージでした。でも間違ってほしくないのは硬くはないです、全く、そうですね、しっかり飛んでくれます、はい、むしろいい飛び方してくれる、僕はこっちの方がボールの球筋的には好きですね、いい飛び方してくれるんで、なんか硬、いというかそっちの方がボールラケットのなんかパワーがあるような感じします、ね、そうですね、そうですね、結構理想のボールは飛んでくれてたんで、高さとかも自分の調整した高さに飛んでくれてたんで、その辺は自分の腕にしっかり合ったスペックにはラケットにはなるんじゃないかなと思います。まあ黄金スペックなんで、はい、そんなに癖があるっていうわけではないんで、まあ癖があるって言ったらほんまにそのなんかちょっとカンカンっていう感じがしたぐらいかなっていうですね。はい、まあ似てるって言ったらこのスペックやったらバボラのピュアドライブとかとか、こんなにあります。黄金スペック、まあどのメーカーもまあ出してるっちゃあるっちゃいますけど、でもなんかもう超黄金って言ったらウルトラか、そうですね、ピュアドラか、ピュアドラはまあ代表的ですね、なるよね、はい、まあ、ピュアドラよりはちょっと飛ばないですよね、ちょっと感覚が違うかなと思いますけど、なんか綺麗なフォームの人に合いそうです。あー確かに、だから熱くこうまっすぐ当てていく人ってなんかこうフレームがしなりすぎるととかあるかもしれないですけど、結構そういう人にフラット系というかフレームもかかるんですけど、僕はやっぱここがこう結構分厚くてしっかりしてるっていうのもあるんですけど、バックハンド結構打ちやすかったんですよ。バックハンド結構フラット系で打つんで、バックハンド結構安定して面がこう安定してるっていう感じがしましたね。いい意味で硬いというか、そうだね、熱いグリップとかの人にはなんかちょっと合わなさそうっす。こういうスイングの。まあなるほどね。ちょっとこう、もう本当に普通というか、イースタン気味のグリップで、ちょっとこう、そうですね。まっすぐ当てて、ちょっとだけドライブかけるっていう方に合うんじゃないかなと思いますね。ゴリゴリスピン系にはな。前のモデルよりボールをなんかちょっと叩きやすくなったというか、結構ハードヒットしても、打感が伝わってくるというか、前のやつ結構、打感が、まあ、ないというか、そやな、結構マイルドな感じやったんで、それに比べたら打感がいい意味であるっていうイメージですよね、僕は。だからサーブも結構打感があるし、まあ、いい意味でちょっと硬くなったような気がするんで、サーブも良かったんじゃないかなって思います。なんかこうラケットの味が分かる、ああそうですね、
ウルトラ、うん、前のはガットの味が分かるウルトラみたいな感じでした。まあまあまあ確かに、うん、なんかラケットの性能っていうよりはガットをいろいろこだわってた、うん、今回はでもフレーム結構こだわった打球感になってるかなと思うんで、うん、ほんで、まあ、今回ガットが NXT ソフトといって、うん、はい、NXT 自体がかなりソフトなのに、うん、まださらにソフトにしちゃった分かなりソフトでしたよね。この辺あのスピンかけた時はそれはガチってこうくあの引っかかってる感じはありますけど、ま、うんうん、っすぐ当てた時マジで無音でしたもん。あスポンって感じだったんで、うんうんうん、こんな柔らかいって思う。せやな、ボレーとかめっちゃ楽ですよね、うんうん、これ、まあ、僕らテニスコーチなんで、あのどういう層の方に向いていいと思います？あ、まあそれは層的には、まあ、前のウルトラと変わらず、うん、まあ女性から中、うん、そうそうね、まあ、上級の人でも別に、うん、ちょっとこう軽いラケットがいいっていう方は全然いいと思いますし、うんうんうん、いいと思いますね、はい、ボレーも結構しやすかったんで、うん、だから初級から中級、まあ、上級の、うん、ちょっと上級の、まあ、力があんまないというか軽くていいっていう方とか、はい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 、女性のプレイヤーでもいいと思いますし、うんうんうん、まあいろんなスペックが出る、ね、出てるんでね、幅広いと思います。ですよね、まあ、全般的には使えるかなと、はい、この打球感が好きでちょっとラケット重たいなっていう方は280とかいうぐらいの重さのやつとかもあるんで、はい、ぜひ全然使ってもらっていいかなと思いますね、うんうん、僕結構この打球感が好きなんですよ、はいはいはい、これが入った、はいはい、ウルトラのこの、なんちょっと忘れましたけどこのちょっとウーファーみたいな丸いグロメットのところでちょっと柔らかさを出してくれてるんじゃないかなと、まあ、ウルトラといえばっていうウルトラいえばここ、はい、うん、醍醐味なんで、はいはい、結構いいかなと思いますね、はい、持った感じめっちゃ好きやわ。いや、わかりますよなあ、うん、これめっちゃいいわ、うん、このグリップの長さといい片手やねんやっぱり片手バックはこの100がちょっとイメージが ね僕ってつかないんですよ。ウィルソンって結構なんかこう先にこう広がってるようなイメージなんですよ。あ、わかる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 、わかる、極端に言ったらフライパン持ってるみたいな感じですよ。あ、極端に言ったらね、わかりやすい。だから結構ボールをこうガーン叩けるイメージがあるんですよね。95とか いいね、めっちゃ叩けるイメージなんで結構好きなんですよ、うん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 、だからボールをストローク結構ボール叩いていきたいっていう人にもいいと思いますね、うん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 、はいはい、錦織をイメージしてもらって。そうっすねでもまあラケットって、まあ、内容もそうですけど見た目大事なんで、うん、見た目かっこいいですよね。見た目かっこいいんで、うん、皆さん一回お店行ったら、うん、手に持ってもらって、うん、フィーリングがあったら即買ってみてください、うん、そうっすね買ってもね、はい、ラケットってまた使いたくなる時が来るかもしれないんで、うん、はい、いっぱい持ってもらってもいいと思うんでね。そう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 、はい、こんな感じで、はい、ウルトラのレビューはね、はい、全般的に基本的には打ちやすかったと、うん、万能っす万能ですので、万能っす、はい、はい、ぜひねこの柄が好きでしたら、はい、皆さん一度ぜひ使ってみてください。よろしくお願いします。では